ようございます。あれ今日は日曜日、なんか寝起きに見える。だって寝起きではないです。ちょ、髪の毛をやってないからかな、多分。よく寝たね。だってそう、今日めっちゃ寝た。今日はこれで着てる。これみんなも買ってね、グッズ。まあ一回9時とかに起きたんですけど、私9時に起きて全然ご飯食べて、ご飯食べてないか、12時ぐらいにご飯食べたのか。9時に起きて YouTube 見て寝てって思って結構3度寝ぐらいしました。で12時に起きてちゃんとでご飯食べてまた寝て2時にまた目覚まし鳴らして、2時に起きて、でもまた眠くて寝て、で2時半とかにまた起きて、で YouTube 見ながらメイクして、で今配信してますなんかでもね、昨日波動だったからかも、本当に体が痛くて、本当になんか寝れるんですよ、全然まだ寝れる。憧れの生活だって、要は寝起きだって。いや全然、さっきまでちゃんとメイクしてたから、もうメイクもバッチリ、メイクもバッチリ顔。今日の夜は寝れないかもって思うじゃん、寝れるんです。マジで本当に寝れるんです。本当に寝れるの、寝れすぎてやばいんですよ どうにかしてほしいレベルで寝れるんですよ。若いうちはそんなもんよ。今日はね、晴れてますね。暑そう、暑そう。今日暑いよ。だって長袖かな、あ間違えた、半袖かな。お買い物から帰宅、すごいね、早いね暑かった。だって暑いんだ、暑そう。え、もう3時今日、やば、なんで早いよ。もう3時ですか、なんで。私が寝てる間に結構進んでる時間が、おかしい、おかしい、おかしいよねこれ。
今日は朝ごはんはヨーグルトとキュウリ。まあ朝っていうか昼、朝っていうかまあ昼かな、昼ごはん。朝はまあ食べてないっていうか、まあ寝てたっていうか、うん。まあ昼というのかな、これは。じゃあ朝昼兼用はあのヨーグルトとキュウリでした。キウイでなくキュウリだって。そう、キュウリ。キュウリ美味しい。なんかヨーグルトに蜂蜜かけて食べてたんですよ。でお母さんがキュウリ出してくれて、でもキュウリ何つけて食べようと思ったら、でも蜂蜜がもともと置いてあったから、蜂蜜つけてキュウリ食べたらどうなるんだろうと思って調べたんですよ、ネットで。そしたらメロンって書いてあって、キュウリと蜂蜜はメロンって書いてあって、あの蜂蜜につけてキュウリ食べてみた。そう、メロンは結構でも一昨日ぐらいに食べたばっかだったから、まあ、味覚えてたんですけど、まあ、別にメロン食べてるって感じはあんましなくて、まあ、キュウリに蜂蜜つけて食べてるって感じだった。まあ、どっちもウリ科だから、まあ、似てるっちゃ似てるんだけど、まあ、メロンとまでは思わなかったけど、まあ、食べれた普通に。キュウリに蜂蜜つけて食べてるって感じで、うん。でもその後はマヨネーズで食べました、キュウリ。お腹減らないの？だって。お腹？あのさっきカフェラテ、カフェオレ飲みました。もずく酢今年は食べないの？だって。あ、もずく酢冷蔵庫にあります、ずっと。でも食べてないね。もずく酢食べるのさ、なんか気合いいるようになっちゃった。なんか酸っぱいからなんか頑張るぞみたいな、なんか頑張んなきゃいけないみたいな、なんか頑張りたくないっていうか、なんか食べることになんか最近はね、最近食べる、もう食べる、なんかもうお腹を満たしたいっていう欲がの方が大きくて、なんか頑張れないっていうか食べることに、うん。もずく酢大好き。でも好きですよ、もずく酢。うん、お昼はうどんでした。うどんいいな、あれが好き。名前忘れた。なんかトロトロのやつかかってるやつ、昆布、とろろ昆布、とろろ昆布うどん。
味しいとろろ昆布うどん。とろろ昆布うどんのホットが好き。そう、アイスじゃなくてホット。この姫みたいなさ、これ何？このなんか姫って姫姫って今何のなんかキャンペーンなんだろう。姫って姫じゃないんですけどっていう。アラジン？え？そうなの？え、アラジンめっちゃ好きなんですけど。やばいやばいやばい。え、そうだったの？なんで？エリナプリンセスってこと？え、ジャスミン？おジャスミン様ってこと？やば。え、ほんとだ。ランプ。え、やばい、上がる。おジャスミン姫だって。あ、どうもどうもどうも。え、え、私あの本当にアラジンが好きで、あの結構ガチで、あのプリンセス界の中だったら一番おジャスミン様が好きで、本当にあのアラジンの実写の映画2回見ました、映画館で。え、やば。おジャスミン様はどんなキャラか説明しますと、姫ってさ結構なんか守られてるじゃないですか。なんかもう本当可愛く、もうなんかみんな触れちゃダメみたいな、なんかもう本当なんか毛糸みたいな、なんか綿みたいな感じで、周りがこの子は傷つけたらあかんでみたいな、なんかあかんでみたいな、なんか守るみたいな、俺が守るみたいな、なんか出てくるじゃん、なんかそういう役とかが。俺が守る、キャーみたいな、なんかあーみたいな、そういう感じじゃないんです。おジャスミン様はもうほんと強くて綺麗で、あの私が国を守るみたいな、そう、私が守るみたいな感じで、普通のあのみんなが思ってるプリンセスとは結構別で、なんか私がそうこの国を守る、それなんです。そこがめっちゃ好きで、おジャスは、自分の意思ちゃんと持ってて、ちゃんと行動もにも移せて、そう尊敬してる。おジャスミンタワーだ、だって。嘘、見えない、泣いた、待って、何おジャスミンタワーって、姫タワー、え、待って、見えない、なんで、見えるって、おジャスミンクマタワー、これか、なんで、テイテイ、
見えるみんな、ジャスミンクまたは見える、えスクショして送って後で。見えるだって、ギフトからも見えない。え泣いた、なんで、画面回しでもやってみたら。見えない、画面回しでも。テイテイさんから、ちょっと待って、携帯からも見えないや。テイテイ、じゃあみんなでお礼言いましょう。テイテイに、テイテイありがジャスミンタワー、イエイ、ありがとう。ありがおジャスミンタワーですね、嬉しい。後で写真送ってください。ありがおジャスミンタワーでございます。前アップデートしないと最新タワー見れなかったこと、携帯でアップデートしたんだけど携帯からも見れなかった。ちょっと後で iPad もちょっと更新してみよう。そう、ランプとか見えてるのに。ディズニーはモンスターズインクとかも好き。モンスターズインクってディズニーだよね。 DVD ありました、家に。ディズニー行きたいな、また。ピクサーやで、だって。え、ディズニーランドにない？なんかモンスターズインクのユニバだっけ。ディズニーシー去年行って今年も行って、ランドがねあんま行ってないんだよね、ここ数年。だからランド行きたい。やっぱねソアリン乗りたくて、そうシーに行っちゃうんですよ。でも今ランド行ってもスペースマウンテン乗れないので、ちょっとスペースマウンテンが本当に大好きで、でもねスペースマウンテン今乗れないから。てかさ、乗れるようになる時30歳だ私、スペースマウンテン。
2027年でしょ、だって工事。私30歳にならないともうスペースマウンテン乗れない、うん、はあ悲しい。20代ではもう乗れないんだ。うん、スペースマウンテンめっちゃ好き。早いから、しかもさ、なんか室内だから、うん、あのユニバのさ、暗いさスペースマウンテンみたいなやつあんじゃん。あれさやりんと一緒に行った時に3回ぐらい乗った。面白すぎて、あれ面白かった。また乗りたいな。何これ、急に17期単押しっていう方がミラーボール、ありがとうございます。あれ17期プラスお代理押しってことですか、このミラーボール。ご操作ありがとうございますすごいありがとうございます。17期単押しなのにありがとうございます、うん、あらあれ間違えてるよ、大丈夫、これ本当ガチ、あれれれれ、あれ大丈夫、大丈夫ですかあれれれれれ、大丈夫かな私17期生とかじゃないけどいいのかな。でもありがとうございます。入った当初は17歳ではあった、入った当初16歳ですよ。間違えたらあかんで、私は入った時16でした、うんうん、いやそこ重要マジで。入ってすぐ誕生日だった、ごめんね、だって全然いいよ、全然いいけどいいよ、ごめん、うん、ゆきたんが劇場のいいちゃんボードと一緒に写真撮ってたよ。えモバメとかに送ってるのかな、ありがとう、うん、もうミラーボール来たかな、だって来ましたよ、ありがとう。17期単押しかっこお代理押しイエーイ、今なんかヤギみたいになっちゃった、なんかイエーイみたいなヤギ化しちゃった、びっくりした。
なんでだろう、なんかヤギになっちゃった、うん、プロフィール欄17期タモシさん18期のヤギちゃん工藤ちゃんをしてます、だってどういうこと、矛盾の鬼待って、しかも待って、今ヤギになっちゃったやつさ、指針みたいになっちゃった、ちょっと待ってよ、どういうこと、わかんない、なんかもう全部がさ、もう全部怖いどういうことすぎて、うん、情報量多い、本当に怖い、うん、違いますよ、本当にガチでヤギになっちゃった、本当に、そんなことある、違います、ガチで本当にヤギになっちゃった、うん、すいません、勘違いされた方がいらっしゃったら本当に申し訳ありません、うん、信じてる、いや信じるとか、うん、もう信じてください、お願いします、うん、じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな、ちょっと暑いし、みんなも熱中症とかには気をつけてください、本当に皆さん体調にはお気をつけて、たくさんお水飲んで頑張ってください、では最後におランキング読みます、いきます、13位ファデル、12位ヒノト、11位ユユユユ、10位ごめん先生、9位ジャンアットブンマニアオダシ、8位17期タモシ、7位白地アットオディエカミオシ、6位マッカーシアットオダシ、5位ナオキ、4位ミヤちゃん、3位パオンゴールド、2位スミグルイ、そして1位はテイテイ、ありがとう、ということで皆さん配信見てくれてありがとうございました。バイバーイ。